宮城県はですね、宮城県山本町といいますので、ね、ちょうど福島県の県境近くに位置しています。で、位置関係で言いますと、仙台市からですね、およそ25キロ、それから福島第一原発、これからは大体55キロぐらいの距離のところ、場所です。で、私どもが実際に活動しました、渡里郡の山本町です。外境につきましてはですね、人口が1万7000人、世帯数が6000世帯、で、地元にもですね、消防団員の方が376名おられたということです。それから、消防職員は73人、この消防団員の方にはですね、かなりお亡くなりになられた方もおられます。で、この図面をいただいたら分かりますようにですね、真ん中にですね、国道が走っております。国道6号線が走っております。で、右手の方、東側の方がですね、太平洋側ということで、左側が、やや高い丘陵地になっております。で、この国道を挟みまして、東側がですね、津波によって大きな被害を受けたという状態です。大体ですね、海岸線から1キロ、あるいは2キロぐらい、長さにしてはですね、大体10キロぐらいです。10キロぐらい、本当は直線的な 海岸線だったと思われますが、この辺りが津波によって全て押し流されたというような状況でございます。これは震災前の山本町上空からの写真です。もう見られたら分かるようにですね、この海岸線には本当にあの豊かな松原が広がっております。そして、集落があって、田園地帯、あるいは畑が広がっているという状態。最近ではですね、いちごの名産地としてもですね、脚光を浴びていたと、この話を聞いております。この松林あたりもですね、ほとんど残ってないような状態でございました。これは3月23日現在、ちょっと古い統計なんですが、山本町、死者431名の方が亡くなられて、なおかつ約450人の方が行方不明ということですね。900人、おそらく1万7000人のうちですね、半数以上の方が、亡くなられたり行方不明になっておられる状態ということで、甚大な被害が発生しております。以上で、活動概況、これからですね、具体的な活動につきましては、ちょっと説明書をお願いします。では被害について、説明いたします。スライドをまず18枚お見せします。国道6号線ですけども、道路やはり地震の影響で、被害を受けています。この状況を最初目の当たりにしたときに、この地震津波の被害の大きさ、これを実感したところです。これは防波堤、津波の防波堤なんですけども、木っ端みじんに壊滅、破壊された状況です。これ、海岸線からかなりあるんですけども、やはり被害、津波の影響で、瓦礫とか家が流されて、たどり着いたところです。この2軒の家をよく見とってください。次の震災前の映像です。先ほどの2軒の家は若干高いところに位置していたと思います。で、周りの建物は低い位置だったと思います。ほとんど流されて、2軒の家だけが残った状態です。これは自動車学校ですけども、鉄骨造2階建てです。鉄骨だけを残しております。以前の建物はこういう建物があったところです。これは JR 常磐線坂本駅です。これ海岸線から500メートル以内に近いところです。もうホームを行き来するところだけが残って、線路も駅舎自体もありません。で、この道路沿いの瓦礫も海岸からの松が根こそぎえぐられて、流れ着いた状況です。周りは田んぼやったと思います。これも池みたいに見えますけども、ここは田んぼです。で、周りにも家がありました。次の映像を確認してください。震災前はこういう風景です。
で、これが震災後の我々が活動した山本町の活動現場です。右側が太平洋です。もう松林がほとんどありません。これが震災前です。海岸線にはきれいに松林が帯状に伸びていたところです。渡利市長の建物1階部分は津波で流されております。家を見て分かるように地震での被害は瓦が若干ずれた程度で、に比べて津波での被害、もうこれだけの瓦礫、自動車あたりが流されて、こういう家とかに接近した状態です。はい、これも建物の被害ですね。もう車が流されて想像もつかない形で、ありました。今までが、被害の状況で、次からは活動について、スライドを見ていただきます。で、我々の活動については福岡県体として活動してますので、全体としての実績についてまずお話しします。ご遺体の発見については、3日間の活動で12名の方のご遺体を発見しています。で、救急搬送について、避難所からの要請等で、20名の方を仙台市とか、遠いところは仙台市とかに搬送を行っています。それと自衛隊からの依頼により、車の中に取り残された方、救出できないということで、2回福岡市の救助隊が救出に向かっています。残念ながら救出はしたんですけども、2名の方ともご遺体での救出となりました。それと火災対応、救助対応としての車両の配置あたりも考慮して活動を行っています。これは宿舎からの出発です。歴史資料館の建物を宿舎として今回利用させていただきましたので、本当にありがたく思っております。で、宿舎から、活動現場までは約30分、距離で12、3キロあります。で、国道を利用できるんですけども、被害とかありまして大型車が何台もつながっていくと大渋滞になります。それと活動現場についても車両が通れるようにされてますけども、大型車を止めると通行ができないような状態です。よって、車両を一旦、集結場所に待機させて、救急車およびバスを利用して、人員を投入しています。それと指揮本部として、消防文書、これは、山本文書なんですけども、ここに、指揮支援本部および現地の本部と調整本部が作られております。ここの本部と現地の活動部隊と無線を活用して情報を共有しています。これが先ほどの文書です。毎朝最終打ち合わせを行っています。これが指揮支援本部です。右側が現地の本部と左側が福岡県隊の指揮支援本部になります。これが一時集結場所です。これだけ写真で写ったのはこれだけですけども、周りに51台の車両があります。これを一堂に現地に投入するわけはいきませんので、隊員だけの投入にもなっています。